梅田線は、京阪電気鉄道がかつて梅田への乗り入れを目的に計画していた鉄道路線である。京阪電気鉄道は、淀川西岸への進出と、それによる自社線との相乗効果を狙って、1919年に、大阪府東成郡、江波町京都府棋郡那しお村間 30.4km と、その支線としての大阪府東成郡清水村。 東成郡城北村か2 9トル、大阪府東成郡城北村西成郡豊崎町川崎か1 2トル、京都府おとくに大山崎村京都市下京区、四条大宮町間、15. 1 5 1トルの4路線、合計4 3 8トルの軌道法に、基づく特許を習得することに成功した。しかし鉄道省及び、大阪市は、その交付にあたって、 大阪市全体の発展を見据えて、大阪市内の別の場所にも一箇所起点駅を設けることを求めた。この京阪による、淀川西岸線出願と前後して、鉄道省上東線の高架化工事と電化工事を同時に実施する計画が進められていた。上東線は当時京阪本線と現在の京橋駅北方で交差しており、京阪はその関係で、 工事計画の具体的な内容を早い時期に知り得る立場にあり、その効果か工事計画では季節線と並行して用地を取得し、そこに効果を建設するという広報が取られていたため、工事完成後は9000用地が不要となる予定であった。そこで、京班は省に働きかけてその9000用地の一部払い下げを、要請、570万円という安価でこれを手に入れ、 のえから分岐して、京阪本線と計画中の新京阪線を埋め替え、乗り入れさせることを計画するようになった。しかし、当時市内交通の整備と連動して、都市計画を進めていた大阪市が、地平線では都市計画の障害になるとして、計画の見直しを要求し、1921年、大阪市長が鉄道省に京阪の市内部の路線を、 高架線もしくは地下線にするよう求めた。1922年4月に京阪は、軌道法に基づく特許を高速運転に、有利な地方鉄道法に基づく免許へ切り替え、この路線計画に基づき子会社として、新京阪鉄道を10月に設立、これに新京阪線などの建設に取り掛かることになった。しかし、梅田延伸の大前提である。 上等線の高架化工事の完成時期の予定が立てられない状況となった。このため、事態を憂慮した、鉄道院の後藤慶太山への吉蔵らの圧戦もあって、やむなく当時13駅淡路駅千里山駅間に路線を建設し、淡路駅から天神橋までの路線免許を有していた、北大阪電気鉄道の全路線及び保有免許など鉄道事業にかかる、 資産一切を新京阪鉄道が譲り受け、これと合わせて、本来の計画線との連絡線となる上、新城駅淡路駅間 1.9km の免許を1923年6月に習得し、天神橋駅を新京阪線の当座の大阪か刈かりターミナルとすることとした。その後、新設区間の建設工事と、 旧北大阪電鉄線区間の改良工事を経て1928年1月に天神橋駅高槻町駅間で同年11月には高槻町駅再延駅間で新京阪鉄道が営業を順次開始し、それに先立つ7月に上等線高架化工事がようやく開始されたため、8月に京阪が得た免許線と合わせ、京阪と新京阪は、 免許を習得した未着工区間である、京阪の森昭治駅から赤川を経て、天六に至る 3.7km の区間、新京阪線の上、新城駅から赤川を経て、角田町に至る 7.9km の区間、赤川における連絡線 0.6km をそれぞれ建設する、具体的な計画が立てられた。 上等線高架化工事開始に先立つ1928年3月に大阪市によって宮古島付近の路線計画を高速鉄道建設予定線と交差するため見直す要請が出されたこともあり天神橋駅から羽村町に至る路線と加茂信号所から沢上港町4丁目に至る路線の免許を申請し工事区間を野営駅から加茂信号所沢上港 羽村町を経て、角田町までと、天神橋駅から羽村町、角田町までに変更して、高費圧縮を図ろうとした。この計画変更には、近畿日本鉄道の前身となる、大阪電気軌道が、奈良線ぬかた駅から、鴨を信号所までの路線を建設し、京阪線に乗り入れ桜の宮や天間橋へ向かう、計画を立てていたことも、後押しとなった。 1930年には、加茂信号所森口間の複々線化工事に関連して、加茂駅の国鉄京橋,橋駅東側への移転が決定したことにより、野江駅からの延伸申請を取り下げ、翌年には、天神橋駅からの延伸免許を高垣町までに変更して再申請するが、1932年10月には、加茂駅で上等線に乗り換えることで、 京阪本線から大阪駅へのアクセスが可能となり、淀屋橋地下延長線計画の進展もあって、1942年には関連免許が執行した。なお、京阪は1943年に陸上交通事業調整法により、阪神急行電鉄と合併して、京阪神急行電鉄となり、戦後の1949年に再分離するが、 この時旧新京阪鉄道の路線は京阪新急行の京都本線となった。それに先立つ1944年からは13駅より宝塚本線に乗り入れることで京都本線の梅田駅乗り入れが開始されている。阪急となってからすでに取得していた用地を活用すべく梅田駅天満駅天神橋駅間に新線を建設する計画もあったがこれは大阪市による 高速電気軌道6号線建設計画と、これに伴う千里線の同線乗り入れ計画具体化で、中止となった。京阪本線の淀屋橋地下延長線は1963年に、完成、地下鉄各線と接続し、京阪本線から梅田へのアクセスはさらに強化された。ありがとうございます。